ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで毎週活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆとさきてぃこと矢沢さきと、キラリンこと南キラと、チェリーこと会津すからこの5人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。さんとか福山雅治さんたちと同じところでライブができるなんて楽しみだ。皆さんなっちゃして、世界三大夜景だわさー。皆さんもわかんないやろ。大事なところ。はい、そんな素晴らしいところでライブができるから絶対絶対楽しいライブになること間違いないですね、皆さん。いやというわけで、これを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス09572700840、噛んでませんよ、270840。メールアドレスは niji@771fm.co.jp、niji@771fm.co.jp、 FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。第4週今日はなんと質問コーナーです。イエーイ。はいはい、質問コーナーといってもね、はい、今日はキラがみんなに質問しちゃうよ。中一の考えてることをみんなにぶつけていくよ。なんか嫌な予感しかしないんだけど、うん、微妙な棒読みだしな。では早速聞いていくわよ。行くんだ。質問1、はい、最近のマイブームは何ですか。だだ、みんなに聞いてるってこと。はい、じゃあキラーが当ててって。えっ、キラーが待って違う違う、そっちじゃなくて誰にするかを。なんだい、プリキュア。なんでわかるの。なんだい、プリキュア。でもにわかやんか、うん、にわかじゃないよ。にわ、プリキュアだよ。待って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 。はい、あの、はい、さきちゃんから。さきちゃん、それはもうウォーキングデッドしか。あ、でも結構続いてるよ、ね、続いて、いやもう今やばいんすよ。もう誰かのロードだ、誰か、誰かって感じでさ、早く続きが見たいんですよ。次は、あやのちゃん、あやのちゃん。はい、私、欅の奇跡にハマってる。なんてゲームやる。そう、ゲーム見た。なんか、なんか、ツイッター見てたらそればっかりなんだり。そう、で、なんか、すごいやろ。そう、恋愛ゲームだと思ってたら違くて、パズル、パズル系で、うん、好きな系なの。え、欅坂さんの顔がパズルになってるの。え、顔が、まあ、色もそれはなんかツムツムみたいな感じなんだけど、で、カードガチャを引くと、あは、そう、
ラブライブみたいなね。いやよ、私。いやよ。いや、私はフロス。え、出た。フロス。何？まだ続いてるの？何？フロス、フロス。え、なんか前ブームって言ったもん。フロスって何だ？でもクロスはマイブームっぽくないからやっぱりラブライブ。で仲良くなる。言いたくない。クロスからラブライブ。しかもあや待って伏線がありすぎて何週間前のブームだってこの後あゆ言いたくないぐらい面白い。一番面白くない。あゆは面白いの。あゆじゃあみんなちゃんと言ってねわかるでしょ。せーの。特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだから。突然これが降ってきたそうで、1年越しのブームがアユに来たみたいな。最近これずっと歌ってるのアユ。はい、次の問題。次の問題。はい、一番幸せを幸せるちゃんと喋れ、はい、一番幸せを感じる時は何ですか。お幸せ。パクちゃん幸せって何ですか。さっきは何だろう。お風呂で寝てる時が一番幸せ。もうね、本当にお風呂だから死ぬからやめて。頑張る。でも幸せに死ねるかもしれない。やだ。嘘です。さっきのママに真剣に言ったからね。絶対にあいつを寝せちゃダメです。さっきお風呂なん電気されるパチンって。でも寝てるから気づかない。起きる。あやの、はい、布団に入るとき。すごいなまってなかった。布団に入るとき後藤が来て。後藤が寒いからね、暑いとき。そうね。あったかいんだよ。やかましいわ。どんな感じのお布団で寝るの？あの真冬だと寝る体勢みたいな。あやの絶対可愛いっすよ。いや、普通にあれどっち向けてますけど、天井を向く方です。違う、誰もそんなこと聞いてない。いや、なんかどんな感じで、例えばもう靴下2枚重ねとか、ここは薄着で毛布の毛布で寝てますって言うんだよ。はい、どうやって寝てるの。どうやって寝てるの。あの、どんな格好で寝て、どんな感じ。あやちゃん下着です。うさぎ、詳しく詳しく、はい、どんなうさぎ。うさぎ、うさぎピンクの。あれやろ。結局ビジネスうさぎやろ。いや、あれはまだ暑くないですか。あ、まあ、今の季節には。はい、今は、うん、あの布団をあの毛布を2枚重ねにして下着で寝てます、ね、今日なんでなまってんの。いや、あれなんですよ、鼻が詰まっててもう喋るのに一苦労なんです。皆さんで、ね、さくらこちゃん、やっぱりライブの時。ああ、待ってた答えは。ねえ、フロスは一番じゃない。一番じゃない。フロスは一番にはなれない。なれない。でも幸せなんだ。でもマイブームだよな。え、ライブのさ、こう、あ、これみたいな時ある。あ、これ、なんだろう。ここ気持ちいい。なんか、生徒のドッキュンとかズッキュンとか。おー。あ、そうなんだ。私やったことねえからな。いいよ。してください。あゆちゃん、あゆちゃん。あゆちゃん、本当に今日なんで桜子ちゃんの後なんだろうね。みんなといる時。今日桜子いい感じの回答。みんなと、いや、今言ったの聞いてたのに。みんなといる時。みんなって誰？みんな。みんな。みんなでどっから誰までですか。そうですよ。どういうこと。地球が何周回って何分何秒の時ですか。ああ、ミルクセーキ関係の人々。よかった。シェイキーもミルキーもしずきーも。あ、そういうんだ。しずか推しはそういうんだ。あ、そういうこと。私の呼び方じゃなくて。だそうですよ、キラちゃん。はい、だそうです。もう一個ぐらい。じゃあね、あの、私といえばね、うん、どっちにしよう。うん、じゃあプリキュアになるならどんな名前がいいですか。え、名前。名前、あの、私だったら、あの、キュアゼラチンとか。え、さっき
決まったそれなの、うん、キュアなんとかなのね。キュアなんとか、キュアが最初ってこと。キュアなんとか、キュアなんとか、キラだったらキュアゼラって。でもあのキラからゼラって。でもあのなんか怪獣あのどちらかというと敵の方なんかもじゃもにゃってもにゃもにゃって。敵はなんか最悪とかなんか お邪魔みたいな感じのなんか気持ち悪いやつ。さあさきちゃん、あなたがプリキュアになるならその名前はもう大喜利みたいなのこれしかないっすね。せーの、キュアシリコン。え、どういうこと？だってキュアシリコンは巨乳でしょ。え、何？おっぱいからビーム出すみたいな。なんかシリコン出る。シリコン。シリコン詰まっててシリコン出して攻撃する。やだ。これしかないよ。はい、スルーで。あやのちゃん、あなたがプリキュアになるなら、せーの、キュアモグ。え？何？モグモグです。食べるの？食べる、食べる。なんか食べ物を。あ、トマトにしませんよ、違う。今投げるって言うとしたの。投げると攻撃でね、おにぎし爆弾って言うとした。そうです。え、でもあれそれ爆弾だからいいんじゃない、食べ物じゃない。おにぎりの形の、そう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 、そうです。キュアモグモグ、キュアモグモグ、キュアシリコンにキュアモグモグ。いい流れだね、いい流れだよ。でも本当にね、その前ゼラチンやけどね。ゼラチンからのシリコンからのモグモグ。そう、ゼラコンの人はドカンする。さあ、ここでこの順番でいくとなかなかこうね。さあ、いくかね。桜子ちゃんがプリキュアになるお名前は、せーの、キュアフェロス。わかってるわ。ちょっと桜子さん成長したな。空気が読めるようになってきた。もう今日は今キュアフロス、いいね。最強だわ、キュアフロス。見た？見たよ、ゆうちゃん。ゼラチンからの、シリコンからの、モグモグからのフロスよ。ちょっとだけ、あのね、あの、うるんできてる。さあ、めっちゃ楽しみ。さあ、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 あゆちゃんがプリキュアになったら、この名前は？ガチ泣いてる。ゲームじゃないのに。なんでゲームじゃないのに。もう本当に嫌だ、今日なんか。さあ、あなたのお名前は、せーの。分からん、分からん。空気読めん、今日、本当に。せーの。キュア、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 泣き泣き。よかった。じゃあ、それ。キュア泣き。また泣いてます。ちなみに、リスナーの皆さん。この顔撮りたい。ねえ、もう、どうやってたこの人。本当に、今日なんかもう、このまま。次泣いたら、ラジオもう、クビな。そろそろ時間となりました。メッセージ気軽にどん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 送ってください。待ってます試合がミルクセーキの告知をさせていただきます。10月28日、10月29日の土日2日間はハイリスク2017 in 長崎、ミルクセーキは食べ物です、ちょうど9スペシャルに出演します。パパパパパー、泣くなよ。泣いてないし。泣きながら告知する。泣いてないだよ。ちょっともう明日よ、稲沢山。あと何時間？ね、2時間半ぐらい。だってもう実質今日は、あ、日付が変わったってこと。そう何言ってることねえ、どうしよう。どうしよう。楽しみ。私さ、うん、準備が忙しすぎてさ、そう。痩せた5キロ。え、嘘だよ。痩せてね。なんだこれ。でもね、いやでも本当に、いや別にそこで泣かなくてよくない。泣いてない。でも本当にね、なんかあの裏方さんも本当に皆さんをお迎えする準備、うん、すごく、うん、なんだろう、楽しくして楽しんでほしいっていう。あ、うん、みんなに発表があります。はい、ね、これどこにも、あ、どっか出してるとこあるかな。出してるとこあるかな。何何、稲沢山でですね、普通にライブがあります、うん、物販があります、はい、それはもちろんなんですけども。しかもね、長い尺でね、40分とかも、ね、尺あったりとか ね、メインステージで30分もらってたりとかね、はい、やばいですよ。ちょっとね、どうしますか、うん、あなたミルクセーキって感じになってますけれども、
あのそれももちろんとっても楽しみ、いろんな方がおるのもなんですが、はい、魅力世紀をはじめ、はい、九州のアイドルさんがですね、はい、まあ、皆さんっていうわけじゃないんですけれども、時間に余裕のある方なんですが、うん、長崎名物のチリンチリンアイスをですね、おお、あ、やった、やる、作る、うん、作る、そう、あのバラにやる、おばちゃんバラにしようか、リコさんに、あゆ、一時期チリチリアイスのバイトをしたいなって思ってた時期があったから、あれバイトとかあるでしょ、そう、かなったの、やったー、チリンチリアイスをみんなで、売り子さんになってもらって、嬉しい、チリンチリンアイスブースを作りました、やばじー、なんかね、ほら、こうアイドルさんも楽しんでほしいし、うん、お客さんも楽しんでほしいし、うん、みたいな、絶対美味しい、まあ、いろんなね、特典みたいなのをね、うん、各グループでつけたりとかね、いろいろするみたいですよ、ミルクセーキは、あら、ミルクセーキはデジショーとかやったらいいけど、チリンチリンアイスにゴミをぶち込む、はい、チリンチリンアイスを持ったメンバーが一口食べれる、おえ、だ、それダメじゃん。よくわかんない。ダメか。いや、でも本当ね、長尺でたくさんの、そうなんですよ。ハイリスクのこのイベントの特徴は、まさかのフェスなのに長尺っていう。長かった。だからもう本当どのアイドルさんの良さをとにかくその例えばね、10分15分で刻みでダダダダダダッといろんなアイドルさん見るのもいいけれども、超計画練ってる。もう何の？何の？え、だ、実誰をどこに見に行こうかな。あ、びっくりした。違う。私はまた自分のライブのこうね、いろんなこう作戦を練ってるの。違うよ。どこまで回れるかだよ。オタク目線かよ。というね、でも本当たくさんのオタクの皆様にも、うん、全国から来てくださる皆様にもアイドルのゲームを楽しんでいただけるように、うん、な、はい、うん、お迎えしましょう。はい、はい、素敵。いやそうよ、そうだね、大きいアイドルフェスだからね、うん、どうすか桜子ちゃん、本当に大きなアイドルフェスだからすごい楽しみ、うん、そうよ、ねえ、稲佐山でのライブ一緒に盛り上がっていきましょう、はい、行きましょう、あー、もうこんな時間、こんな時間、今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか、今日も遅くまで聞いてくれてありがとうございました。毎週金曜日の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように、それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした、せーの、おやすみミルクセーキ、皆様の待ってるよ。